たわね、霊夢、ロス。きっと現れるはずよ、ブラックだね。こんなとこにあいつをおびき出してどうするのよ、ゆかり。人の目につきたくないってとこか。人目じゃないわ、かなりの力を使うからね。余計な奴を巻き込まないためよ。ふん、意外に優しいじゃない、ゆかり。まあ、妖怪連中を巻き込むと、後が面倒だしな。そういうことよ、さすがロス、わかってるわね。それにしても、ブラックのやつ遅いんじゃない？私たちがこうして揃ったからビビったのかしら？まあ、やつは元刀の弱い人間だったらしいしな。油断してはダメよ、二人とも。油断なんてしないわ、そこね。おっと、さすが霊夢ちゃん、やってくれるね。やっと現れたわね、霊夢ブラック。寝坊でもしてやがったのか、ブラックよ。ふん、なんでもいいわ。今日であんたは終わりよ。言っただろ、簡単には終わってやらないってな。簡単にじゃないわよ、ブラック。な、隙間妖怪、いつの間に、ぐ。よそ見してんじゃないわよ、ブラック。うおりゃあ。な、バカな、そんな、うわあ。油断したわね、ブラック。本気を出せばあっけないものよ。すげえ、一瞬で決めやがった。見事だわ、腕を上げたわね、霊夢。ふん、当たり前よ。さて、さっさと帰るわよ。おう、思った以上に早く終わっちまったな。今日は神社でお祝いでもしましょうか。おい、ブラック、マジでやられたのかよ。これで私の計画が、狂ってしまう。安心しろよ、セイジェ、死んだふりってやつだぜ。霊夢の技をより、私のものにするために、ね。天の尺のこの私を欺くなんて、なんて腹黒いやつなんだ。お互い様だろ、セイジェ。さて、次はどうやってからかってやろうかな。